ントテレビというのを進めさせていただきます。ではまず試合を振り返っていきましょう。まあ、この大会で、まあ、東京オリンピック内定できるかっていうのがかかってたんで、まあ、そこでしっかり確実に勝ち切れたのは、まあ、すごい嬉しいです。決勝でも、まあ、圧勝という勝ち方だったと思うんですけども、本人はその点はいかがでしょうか。まあ、そう、まあ、相手も強い選手だったんで、まあ、多分練習してきたことが、まあ、出せたのかなと思います。で、夢の東京オリンピック内定が決まりました。で、今後について伺いたいんですけど、いかがでしょうか。そうです、オリンピックまではもう時間もないですので、もうしっかり明日から準備して、まあ、日本代表として恥じないようなレスリングをして、まあ、絶対金メダル取って、まあ、自分と戦った選手のためにも頑張りたいなと思います。改めて、勝った瞬間、決まった瞬間ってどういった気持ちでした。やっと勝ったなっていうか、東京オリンピックのスタートラインにやっと立てたなっていう気持ちでした。では、代表から以上になります。今目標は金メダルって言われましたけども、その金メダルに向かってもう8ヶ月くらいと思うんですけども、自分へ の、 その課題ってありますか。そうですね、まあ、今のところは、まあ、終わったばっかりなんでまだ分かんないんで、まあ、明日から、まあ、今今日の試合のビデオだったり、まあ、もっと伸ばせる点を見つけてやっていきたいなと思います。具体的にはやっぱ攻撃するのが一番勝つためには近道だと思うんで、もっと攻撃力をつけていければいいかなと思ってます。ありがとうございます。他テレビしますでしょうか。観客席で山梨からお父さんお母さんも、応援に来てくれました。お父さんお母さん含めて山梨の方にメッセージありましたので、お願いします。応援していただいてありがとうございました。まあ、今後も東京オリンピックに向けて頑張るんで、まあ、ご支援していただけたら嬉しいですし、まあ、もっと自分も頑張る力になるので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。お父さんお母さんに、いや、もう直接伝えます。ありがとうございます。ありがとうございます。他テレビありますでしょうか。大久保選手おめでとうございます。ありがとうございます。9月の世界選手権は少し悔しい思いがちょっとあったと思うんですけども、そこからの3ヶ月間どういう思いでこの大会に向けてきたんですか。そうですね、まあ、世界選手権で、まあ、自分の弱さが具体的になに出て、まあ、その部分を埋めるためっていうか、まあ、それを欠点をもっと伸ばして逆に自分のいいところにできるように、まあ、毎日努力してきました。その成果というのはこの大会で出せました。そうですね、まあ、世界選手権の時やっぱ気持ちメンタル的な部分の弱さが出てたんで、まあ、今回は落ち着いて集中もしてたんで、まあ、その部分では世界選手権から学んで、まあ、今回も生かせた部分だと思います。他テレビでしょうか。ではテレビから以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。コミ取材。